はい、えー、ということで今日はですねあのー、席が遠い時とかに何を考えるかっていうことですねあのー、もうやっぱりあのアイドル亀子をやってる中で、まあ、ライブってやっぱり座席の運も結構あったりして特にあのイコノイジョイとかの,あの大箱でやるようなグループとかっていうでかつカメコエリアがあの、まあ、ランダムに割り振られてあのどこになるかとあの直前までわからないみたいなそういったような時っていうのは 結構積雲っていう言葉があったりして、前の方だったら、まあ、亀子的には取りやすい、後ろの方だったら、まあ、結構、望遠が必要だよね、みたいな、そういったようなところがあったりする中で、まあ、なかなか、あのー、 限度があるように思えるけども、まあ、そんな状況でもまなるべく諦めないっていうようなこと、まあその時自分はあのまあそんな座席あの後ろだったら後ろでちょっと考えながら撮るみたいなことをしなきゃいけないなと思ってて、かつあのまあ、結構あの画質とか画素みたいなところっていうのはもうカメコとか 写真やる人しか気にしない領域だと思うので、もう自分はもう本当大体にトリミングしちゃうなっていうようなところ、じゃあ,あの、どういうふうに撮ってどういうふうにトリミングするかみたいなところをちょっと作例として見ていきたいなというふうに思ってるっていう感じです。ちょっと上から順に見ていきますか。例えば、えー、っと、これはあの、ノイミーの、えー、っと、うまあ,基本あ、基本的にあの全部、あの、レタッチしてます。あの、じゃあ、これは何かなっていうと、ちょっと、ええー 設定みたいな、えー、っとこれはあの500ミリであ RF の100500で500で完全に寄った状態でここなんで確かあの国際フォーラムの 限りなく最高峰、亀戸石の最高峰だったような木が。なんで500で寄って、もうこれが限界っていうようなところですね。じゃあ、これを、あのー、まあ、どういうふうに構図作るかって言ったら、まあ、基本的に真ん中に、あの、富田七香さんがあのピンあってて、で、えー、っと、まあ、構図を作りますよね。1個は、まあ、こう、やるとしたら、こう、縦。うん。まあ、縦でこう作るか、あるいは、まあ、この手で、なんか、あの、なんか顎、顎のせしてるのが、 もう写真としていいので、もうこういうような構図作っちゃう。うん。とか、まあ、もうちょいよ、まあ、よ、これはよりすぎかな。まあ、でも、例えばこういう構図にしちゃうとか、みたいなね、こういうようなことが考えられるんじゃないかなと思います。まあ、これで1個写真ができたでしょう。うん、はい。まあ、こんな感じですね。はい。っていうような、ちょっとプレビュー、あの、まあ、画質若干荒いですけども、まあ、あの、まあ、もうちょい、えー、っと、これ、 いいいんじゃないかなかっていうで一応あのー、もうなんかサイドとかはあのー、あれなんですよねもうこれもうある程度結構くっきりはっきり上げとかないともうなんかあなんだろうなこんぐらいあのコントラストもつけてであのシャドウ上げて黒レベル落としてみたいな色のメリハリつけないとあのー、あれなんですよね結構遠くて荒々になっちゃってなんか ちょっと写真としては寂しくなっちゃうので,でせめてあのこんだけトリミングしてあのやるならばえー、っとまあ色のメリハリとかをつけてあのまあ写真としてあのはっきりさせるみたいなそういったような小技というか濃すい技を使ってたりしてますねはい、まあ、こんな感じであの元画像をどんどんトリミングしていきます次ですね、まあ、こんな感じであのこれもえー、っとこれは 428mm だから500まで,でマックスには寄ってないんですけどまあ,あのじゃあどういうような構図にしたかっていうと,、えーっとまあ、これはあ,のある程度客が客のペンライトが映るようにあの完全に寄ったわけじゃないんですよね 428mm ってことはなんであのうまいことこのペンライトが映るようなあのアングルにしたかったんで例えば例えばこんな感じで空間を作るとか、まあ、こういうようなやり方はいいんじゃないですかねあの まああのこうハートを作るようなところであの最善のお客さんのペンライトがうまいことなんかこうライブ感を演出するみたいなこういったようなことも考えられるかなと思いますまあ縦よりはこれはうん縦もまあいいけど縦もまあ悪くないけど自分だったら横にするかなって感じですかねうんこんな感じで空間作って後ろの LED もなんかそんな全然 綺麗だと思うのであのこんなな感感じでライブをを作るるだったら空間を活かかして横にすす思います、ねはいまねは次この場合はどうするか、えー、この場合は右も左ももうなんかあのあまり使いようがならないのと富田七中さんはバッチリこっちに来てるんでまあこれも縦にするかなって感じですかねでもうあのスタイルの良さを見せるかなっていうところですかねまあこんな感じの写真にするかなと思いますこれまあこれ一発っすねはい。 とかまあ、もうちょい寄ってもいいかなうんまあこんな感じにするかな自分だったらっていう感じですかねはいで次これはもうあの100500の中でこれねどういう座席だったっていう確かあのノイミーのツアーの仙台であの2階席も亀子でこれ2階席だったんですよね見事2階席の真ん中ぐらいでもうこれ割とどうしようもないぐらい遠いっていうような状態だったんでこういう時どうするかって言ったらもう あの,の128ミリとかで撮ってんですよねであの思いっきり引いちゃってもう,もうダメなら引いちゃってこれあのなんかノイミーのマークのダイヤの,あのフォーメーションになってる時のえー、狙ってひたすら連射して。 何だろうなあのこんな感じで引きの構図であの綺麗な写真を作るっていうようなでファンも映るような形にして撮ったっていうところ、まあ、こういうのもありだと思います同じような発想でもう一個これもあのまあ富田七香さんにピント合わせつつもあのこれも1 1 8ミ、mm、リで撮ってますよねあのこんな感じでファンを映して綺麗なフォーメーションになるようなところでかつ全員の顔が事故ってないようなところ っていうのをえ生かしたっていうようなところですね。これも2回から撮った写真で、もうこういう時はもう諦めて引きで撮った方が面白い写真になると思ってやってます。というような感じですね。これも118ミ、mm、リでやってます。次これも2回で撮った写真で。まああのー。 まあこういう時もうほんと縦でもう2階から取ってんすけどもうこういう時しょうがないんでもう縦で全身を1人だけ狙うとでこれで見事あの谷崎さやさんがあのこんな感じで2階にレスを送ってくれるみたいな状況まあでもやっぱ遠すぎるんでなかなか改造まではしてないなっていう時もまあこれはえもうこんな感じでもう全身が映るようにするとか ですかね、ちょっと窮屈な構図になっちゃうけどまあこういう場合はこうしちゃおうかなっていうところですかね。うん、まあこれならあの、まあ、ギリギリあの頭も空間空くし真ん中ぐらいに寄ったりするんで。 あの絶妙にあの足の長さがむしろ強調されてスタイルがめちゃくちゃよく見えるんじゃないですかね。だからこの場合はあの2階でめちゃめちゃ遠くてギリギリなんですけど500ミリ側で撮んないで363ミリで撮ったりしてますよね。これはもうなぜかっていうともう全身が映るように計算して撮ったっていうところですね。まあ,あの本当に席がめちゃくちゃ遠い時はこういうようなことを考えて撮るっていうところですかね。これはあのもう本当武道館の時ですかね。ノイミーの武道館で。 あのー、確か亀の最高峰でしたねこの時もあの500で目いっぱい寄ってこんな感じなんでこういう時も、あのー、まあ元の写真がこれでなんか、あのー、右側を開けたのはこの後ろの LED の演出がなんかうまいこと生かせないかなと思って余白を作ってちょっと開けて撮ったっていうところですね真ん中で撮らずに。 なんですけどまあ、あのうまく使えないのでこの場合はもう縦にするとかで、えー、とせっかくのあの引きを生かしてちょっとあのな香ちゃんがあの右を見てるんでこんな感じでちょっとスペースを空けて構図を作るとかっていうことを考えたりしますかね。でこれはあのあれかな STU の滝野由美子、えー、卒業コンサートの時ですかねうん。まあこんな感じで引きで取るとかも考える。 でえー、とあとは、えー、とこれは、えー、同じくた滝野由美子卒業コンサートでこんな感じであの48人ぐらいあのもう揃っててでえっ、ー、とまああれっすかねあのもうメンバーがすごいごちゃついてる時とかはもうおしめ1人にフォーカスして縦の構造を作るとかこんなことを考えたりしますというような感じっすかねとか。 あとはこれもあのー、もう4もう本当にめちゃめちゃごちゃついてるけどもあのこれもおしめ一1人にフォーカスしてこんな感じでも構造作っちゃうとかこういうのもありだと思います。てな具合で、えー、っとまあ今回はあのー、本当にどういう構造を作るかみたいなのをあのまあやりましたけど、まあ、基本ひもう、あのー、すごい遠い時はもうこれ積雲なんでしょうがないと。 いうなうなところなんでもうあのー、面白い写真にするっていうところは自分はもう優先順位つけちゃってもう引きで撮る時はもう引きで撮るっていうふうにもう思い切ってあの腹くくってやっちゃう。であの客席とあのメンバー全員が映るようなえ構造を考える。それでもあのー やっぱり押し面だったりとか特定のメンバーを取りたいみたいなことであればまあ寄ってみて寄ってみた時にどういうショットが撮れるかみたいなのを計算して考えるっていう感じですかねはいこれだとこれも500ミリだしこれもあの500ミリ取ってるっていうような感じですかねっていうんでまあ割とあのどんなにめちゃくちゃ遠い時 どういう結局写真をあげたいかっていうところによるんですけどもこんなめちゃくちゃ遠い時とかでもやっぱりこう引きの構図とかあのもう寄ったりとかあとはもうトリミングの自在性を考えたりするとやっぱり自分は100500ミ、mm、リっていうようなところであの望みたいなっていうようなところですよね。なんであの、まあ、んとこういういに望遠 単焦点とかで臨むのもありだと思うんですけども自分の場合はこういうもう面白い写真っていうのがやっぱりファーストに来るので、あのーまあ、こんな感じで、あのー、引きの自在性も持たして、えー、っとなんだろうなもう引きでも寄りでも撮ることによるっていう自在性を持たすというようなところを、あのー、優先順位で考えてるので、まあ、結局、まあ、迷うぐらいだったらこういう時はもう,あのー、もうズームレンズにしちゃうっていうのは。 すごい最前作じゃないいい、かななと思いますはい、なんで、えー、こんな感じで、えー、今回の、えー、すごい座席が遠い時どうするかどういうふうに構造を考えるかみたいなところの、えー、話を終わりにしたいと思います、えー。面白かったらチャンネル登録・高評価いただければと思います。それではありがとうございました。